はい、それではシビックタイプ R 試乗インプレッション行ってみたいと思います。前期モデルですね、走行距離が10万6800キロ900キロ、まあそれぐらいな感じですかね。まあ年式考えたらこれぐらい全然ね走ってもおかしくないような、感じじゃないでしょうか。で、装備品はですね比較的ね走りのパーツがついてまして、まず車高調はテインですね。でこの EDFC アクティブプロという、もう自動でね減衰力調整を路面の状況に応じて、こう切り替えてくれるものがついてます。でクスコの LSD が、入って、無限の給排気系ですね、入ってる感じです。乗り心地はそうですね、乗り心地いいとは言えないかな。適度な硬さはありますね。まあこの減衰力調整のねいろんなパターンを設定できるので、ちょっとハードめの設定になっているのかもしれないですけども。でまあ FD2 特有ですけどね、車外ホイール履いてロードノイズがねちょっと大きめになるというところはまあ同じく出てるかなっていう感じですかね。でクラッチのつながりなんかは全然普通で、ペダルもね軽いですね。でミッションもすこすこと入る感じです。LSD 入ってるんですけど、そんなにこうねチャタリングが気になるようなことはないですね。ほぼほぼ普通に乗れるかなっていう感じです。まあステアリングはね、やっぱりちょっと重くはなってるかなっていう感じですけど。マフラー音なんかはですね、結構ね静かです。まあさすがは無限のマフラーっていう感じですね。で、アクセルに対するレスポンスはね、すごくいいですね。とても乗りやすい。特になんかガタが出てて変な音してるとかそういうのもないですね。このね EDFC のアクティブプロをつけてると、こう常にこう減衰の調整ダイヤルがこう変わってるので、そのねこう調整音がね入ってくるというのはあります。あとこのレカロのセミバケットシート変わってるんですけども、セミバケなんですけど結構目線は低いですね。今もうこの位置でボンネットほぼ見えないです。なので、まあ、初めちょっとね慣れが必要かもしれないですね。今エアコンもつけてますけど、エアコンもね涼しい風出てきてますし、早い。まあ特段何か問題を抱えてそうな感じは見受けられないかな。結構ね FD2 でこう走りたいなっていう方にはおすすめできる一台じゃないかなと思います。はい、以上試乗インプレッションでした。